というのか、こちら。ではごゆっくりお楽しみください。シャトレーゼの糖質カットピザ2種類を食べたいと思います。以前にシャトレーゼで糖質カットアイスは食べたことあるんですけど、ピザもあるんですね。ピザまで糖質カットされてるのは本当にすごいんです。果たしてそれは美味しいのかな。しかも食物繊維たっぷりと書いてるけど、本当にたっぷり取れるのかな。まあそれは食べてみればわかります。では熱い熱い、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはチーズピザ。こちらもチーズたっぷりで美味しそうですね。ではいただきます。いいえ、トマトの酸味はしっかりしていますし、チーズの美味しさもしっかりあって美味しいです。ただ生地はもうちょっとサクサクしてる方が自分は好みかな。まあこの辺りは完全に個人の好みだと思いますので、それぞれ食べる方にお任せします。以上。まずどちらのピザも生地はふんわりとした系統で、ふわっとした食感とともに上の焼いてた部分のカリカリ感が味わうことがあって美味しかったですね。その上でまずこちらのマルゲリータの方はトマトの酸味が噛んだ瞬間に口の中に広がってきて、それがさっぱりとした味わいを出してくれて美味しかった。こちらの5種のチーズの方はチーズの風味がしっかり感じるんですが、トマトに比べるとちょっとくどいかなというような気がしましたね。まあその方がいいのかもしれませんが、自分はこの2つだったらマルゲリータの方が好きでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、そう、蚊が舞うよ朝から来るほど夏厳しい。夏の暑さだけじゃなく蚊も厳しいですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。